あの消費税の減税を掲げられている、まあ、野党の方が多いので、まあ、代表的にあの松井さんと山本さんにお聞きしたいと思います。えー、松井さん、その消費税の減税について、まあ、身の切る,る改革だけでは、まあ、とても財源が足りないんではないかという印象を受けます、それから山本さん、えー、消費税の廃止ということを完全に訴えていますけれども、お二方ともこの社会保障のに多くを充てられている財源を、いきなりその減税、えー、あるいは廃止という形で、 えーまあ、改革してしまうのは、えー、ちょっと乱暴ではないかという気がします、松井さんと山本さん、続けてお聞き先ほど、岸田総理の質問でも、えー、政府としてやっぱり財政出動50兆円程度、これ、景気対策で使うというようなお話がありましたこれは今、目の前ではね、これ赤字国債で、えー、その現金を作っていくと、その財政出動しか今のところないわけです。で今非常事態なんでそのの規模の えー、国債発行額をこれから作やるんであればね、じゃあ5、5%減税した方が、これ、我々も未来永劫とは言っておりません、社会保障費に使われているというのも十分知ってますし、僕はその地方自治体の、あのー、市長ですから、その消費税の財源で、社会保障を支えている側なんで、ただ、今、これだけ、えー、コロナ危機、そして、えー、ウクライナの、えー、ロシア危機、ウクライナ・ロシア危機がある中ではね、 これ個人消費拡大しようと思う一番の経済対策として、えー、消費税を5%にすることが消あの、消費を刺激するというふうに考えております。お願いします はいいありがとうございます、まあ、あの社会保障に多く使われているという話ですけれども、もともとこれ、一般財源じゃないですか、つまりは金に色がついてないんだから、消費税のどれだけの分を使ったかということは不明なわけです、でも安倍さんがだ、えー、総理大臣時代に言ってくださいました、増税分何に使ったかといったら、要は2割程度は社会保障に使ったけど、8割はこれ、借金返しに返したって,言って、借金返しに使ったって言ってるんですよ。だから社会保障の財源として消費税が必要だということは、少しちょっと事実違います。事実は何かっ,ったら直感比率の絶 でしょ皆さんご存知でしょ、89年以前の議論見てみてくださいよ、金持ち、大企業に対して減税、その穴埋めの間接税、どうやって作るかっていう話で始まったのが消費税じゃないですか、でこの消費税によって国が弱ったんですよ、なぜか消費が弱って所得が落ちた、それによって当然物が売れないから、企業は賃下げ、他にも解雇、そういうふうに進んでいった25年でしょ、生産拠点も海外に移っていった、国内空洞化ですよ、これを逆回転させなきゃいけない。 今、円安の時に、日本の国力を高めるためには、まずはみんなの消費に対する罰金をなくす。それによって需要を喚起し、そして国内生産されたものをどんどん政府が政府調達で買っていく。b イ y Made in Japan ですね。日本製品を国が積極的に買っていくってことが重要なんだろうと。消費税廃止はマストです。